い、ティリファンの小村です。先週から始まりましたこの週刊テニス日本男子っていう企画なんですけれども、この企画は世界中で活躍している日本人男子選手の状況を毎週月曜日にですねギュッとコンパクトにして皆さんにお届けするチャンネル企画なんですけれども、2回目の今日早速ですねちょっと配信が火曜日にずれてしまったっていうのがあるんですけれども、このチャンネルをご覧いただいている皆さんに日本人選手の活躍ぶりをですね知っていただきたいっていう思いで始めた企画なんですけれども、まだまだ発信力がね弱いチャンネルですんで、皆さんのご支援がね必要となっています。ぜひですねグッドボタンであったりとかチャンネル登録、この辺に多分チャンネル登録のボタンがあるんじゃないかな、こっちかなとあると思うんですけれども、ぜひですねチャンネル登録していただけるとありがたいなと思います。はい、では早速行ってみましょう。というわけで、先週今週といえばですね、全豪オープンが始まっているわけなんですけれども、今日はですねそれよりも先にちょっとこのトピックスをお伝えしたいかなと思うんですけれども、なんとですね、チュニジアのモナスティルというところで行われている2万5000ドルのフューチャーズで、なんと島袋翔選手がですね、優勝を果たしました。素晴らしいですね。はい、なんとですねなんかプロ転向後の試合での初優勝だそうでして、対戦を見るとですね1回戦で、チェコのノーザ選手、23歳の ATP 933位の選手、2回戦でイタリアのバグノリーニ選手、この選手は2068位の18歳、準々決勝ではロシアのイバノフ選手に勝ってる、まあ、1069位の選手、22歳の選手ですね。準決勝ではチュニジアのマンスーリ選手、この方は392位ですね、26歳で、ここまでは全てストレート勝ちで、決勝戦はフランスのタブーという選手、この方は512位の人で21歳という選手に6-1、4-6、6-1で勝ったということで、初優勝ということで、素晴らしいですね。まあ、年代もねランキングも比較的近い選手との対戦がまあ多かったっていうのもありますけれども、まあねこのねチャンスをしっかりものにして優勝するっていうのはすごく意味があることだし、島袋選手にとってもとても自信だったんじゃないかなというふうに思います。ね、この優勝でおそらく ATP ポイント20点の獲得となりますので、そうなるとですね今590位ぐらいなのかな、島袋選手って、それが470位ぐらいまで120位分ぐらい、ジャンプアップするんじゃないかなと思っています。はい、で、同じ大会にはですね山中太陽選手、山崎純平選手、末岡大和選手が参戦していて、山中選手、末岡選手が2回戦、山崎選手が1回戦敗退となっています。まあ、なんですけれどもねこのモナスティルっていう場所は、まあ、年間を通してずっと50週ずっとですね、同じ場所、同じ会場、同じホテルで、フューチャーズが毎週毎週行われてるみたいなので、まあ、大体ね一度ここに行くと数週間連続してずっと戦い続けるっていう選手がまあほとんどみたいですね。なのでまあ来週以降も期待したいかなと、多分この後もう何人かここのモナスティルに行く選手増えるんじゃないかなと思ってます。で、同じくモナスティルではなんか1万5000ドルのフューチャーズも行われてるみたいですね。まあ、会場が同じかどうかちょっと分かんないんですけど、そこには、ね、乾雄一郎選手が出場していて、残念ながら1回戦敗退ということでした。で、フューチャーズつながりで言うとトルコのアンタリアというところの1万5000ドルですね、こちらは、平松慎之介選手がトライしていました。で、まあ、こちらも残念ながら1回戦敗退ということなんですけれども、まあ、結果はともあれ、まあ、こうやってね海外の試合に挑戦する選手が出てきている、まあ、いるのっていうのは、ね、いいことだと思いますので、まあ、これからも応援したいかなというふうに思っています、ね。で、次は全豪の予選の結果に移りたいと思います、ね。全豪よりも先にフューチャーズを、ね、こう取り上げるっていうね、あんまり他の人はやらないかもしれないですけど、まあ、僕はこういう形のスタイルでやっていきたいと思ってます。はい、予選に出場したのがですね、まあ、ダニエル太郎選手、内山康隆選手、添田剛選手、綿貫陽介選手の4人でした。で、このうち内山選手、添田選手は1回戦敗退、綿貫選手は2回戦敗退となってしまったんですけれども、ダニエル太郎選手は見事予選を突破してですね、本戦進出を果たしました。で、今
12番コートの3試合目に登場する予定ですので、多分昼過ぎぐらいになるかなと思うんですけれども、おそらくワウワウで放送するんじゃないかなと思いますので、ぜひ、ご覧になられる方はですね、画面越しに応援していただけたらなというふうに思います。はい。で、昨日行われた、本戦1回戦の方ですね、西岡選手が登場しました。でこちらもご覧になられている方も多いかなと思いますけれども、残念ながら、モルドバのラドウ・アルボット選手に 3-6、4-6、6-4、2-6 で、負けてしまいました。で私もね、あのワーワーのアーカイブでちょっと見たんですけれども、まあ、試合内容というよりもまあね、なんていうか、まあ、西岡選手のちょっと残念な部分が目立ってしまったのかなというふうに思いました。で、まあ、本人も試合前インタビューで言ってた通り、まあ、年齢的にも今年があの正念場というところで、まあ、結果を出したいというところだと思いますけれども、なかなか勝ちたいところで勝てないっていうところがね続いて、フラストレーションが溜まってるのかなというふうに思うんですけれども、まあ、途中ラケット2本叩き折ってしまい、ポイントペナルティをもらってしまうということで、当然まあ罰金っていうのもありますし、ラケットメーカーからのまあ何らかのペナルティもあるんじゃないかなと思いますけれども、まあちょっと残念だったのはね、そのラケットを折ってしまった、まあ僕自身もちょっとあの現役時代にあんまりちょっとあのよろしくなかった試合もまああったりするので、偉そうなことは言えないんですけれども、ラケットを折ったことっていうよりかはこうもう最後の方はちょっと試合タンクしちゃって、まあなんていうのかな、勝つことをこう放棄したみたいな感じの態度になってたのがちょっと残念だったかなというふうに思っていますね。途中ちょっとね、まあ最近の試合でまあちょいちょい見かけるのが、その観客席に向かってミスした時になんかこうアピールするのをよく見かけるんですけど、あれはちょっと誰に対して何をちょっとアピールしてるのかちょっと分かんないんですけど、あんまりちょっと良くないかなと思います。ちょっとネガティブな雰囲気にずっと支配されてて、全然ポジティブに転換できてないっていうのがちょっともったいないなというので、まあ、ちょっとここはですね、ちょっと別の動画にちょっとできたらなというふうに思っています。はい。さあ、で、気を取り直して、ちょっと別の大会の話をしたいと思うんですけれども、イタリアのフォルリというところで開催されているチャレンジャーに、2週連続で挑戦しているのが内田海知選手ですね。先週は本戦ストレートインの1回戦。で残念ながら敗退でしたけれども、まあ、今週予選からの出場ということで、2回予選勝ち上がって、本戦進出を決めたそうです。内田海知選手は、昨年末のチャレンジャーで初優勝を決めていてですね、まあ、勢いがある状態だと思うので、この大会も期待したいなと思っています。ということで、まあ、引き続きこの企画ではですね、週次で、日本人男子選手の活躍をですねお届けできたらなというふうに思っていますので、できたらチャンネル登録していただけると嬉しいなと思います。では、今週は以上となります。また来週。